おはようございます。私の方から報告が一件あります。総務省では2030年から2040年頃の未来社会のイメージを制作するため、省内の若手職員による未来デザインチームを立ち上げます。先月から情報通信審議会、IoT 新時代の未来づくり検討委員会を開催し、IoT、AI、ロボットなどのテクノロジーが進展した未来社会を展望しつつ、人口減少社会を乗り切るための新たな情報通信政策のあり方について検討に着手したところです。この度、将来の総務行政の中核を担うことになる若手職員26名の知恵を結集して、明るい未来のイメージを作り、審議会にインプットしていくことにいたしました。メンバーは省内公募で集まった平均 28.9 歳の職員たちです。この未来デザインチームは早速、今月から検討を開始いたします。新進気鋭のベンチャー経営者や IoT デザインガールなどとの意見交換を交えながら、斬新かつ多彩な視点を取り入れていきます。私自身もチームメンバーと議論を交わす機会を作りたいと思っています。詳細は情報通信政策課にお問い合わせお願いします。以上です。おはようございます。おはようございます。読売新聞豊川です。社会です。新年度の組織機構改革についてお聞きします。総務省は従来から増加するサイバー攻撃に備えて情報セキュリティ政策局の新設を要望されていたかと思うんですけれども、今 その調整状況どのようになっているんでしょうか。機構要求をいたしまして、今まさに最終局面調整中ということで、今の段階ではちょっとコメントすることはできません。しかしながら、私は大臣就任前からずっと一国会議員としてサイバーセキュリティの重要性を訴えてきましたし、有志と議員連盟を立ち上げて、当時の安倍総理にもご提言を申し上げたことがありますので、引き続きやはり2020年東京オリパラを目前に控えて、サイバーセキュリティが脆弱だと言われているこの国ですから、しっかりとさまざまな角度からこれについては皆さんのご協力を得て取り組んでいきたいなと思います。大臣前記者会見発表というかおっしゃってた女性塾ですね、あれ今検討状況どのようになっているか。前回、そのお話を申し上げたときに、来年 の春、4月ごろからできるといいなと申し上げてきたんで、それを目指して今企画を作り始めています。いろいろ女性の皆さんの意見を聞きながら、いいものができるといいなということで歩み始めております。大臣、時事通信の増内です。冒頭ご発言がありました未来デザインチームなんですけれども、これの議論の狙いですとか、あるいは期待されることを教えてください。私自身総務省大臣として取り組んでいるのは、今目の前の問題の原因は先の不安にあるんじゃないかということを常に思っていて、で今回もやはり2040年頃のやはり日本の中で IoT や AI やICT もそうですけど、凄まじいその進展をしている中で、これがどう効果的にその私たちの不安を解消してくれるかということについて、現場感覚というか当事者意識で取り組んでもらえるような場が欲しいなと思ってました。で私自身も若いつもりですけれども、ご承知のように57歳です。でやはり私よりももっと若い、子どもの世代である20代30代の諸君が、やはり自分のことと思って、今自分の持っているその技術をどう生かして、これからのさまざまな人口減少とか高齢化とか少子化と対峙していこうかっていう、リアルなね、またそして私たち世代では考えもつかない想定外なことをどんどん繰り広げていただくことで、まずその行政官としてのプライドと、そしてそのなんていうかやる気を出していただくとともに、当たり前のことを世代によっていろいろ感覚が違いますので、そういうことをこう発出していただいて、その蓄積をしてくれればいいなと思っています。私はもうやっぱボトムアップっていうのはこれから非常に大事だと思うので、なかなか20代30代役所の中では発言権があまりないと聞いているので、この場ではもう大いに
あの自分が事務次官だったつもりで、それぞれがあの発言できるようなあの明るい場を設ければと思っています。じゃあ以上、以上です。すいません、あ、はい、先日あの規制改革推進会議の方で、うん、電波の割り当てのことについてですね、総務省の方でまた審議をしてくれという話があったんですが、その後あのどんな感じになってますでしょうか。あの受けたまわって今あの中で精査しているところです。まだちょっとその発表する段階ではない。また審議を始めるとかいう話は、まだ具体的に私のところにはあの時期は届いてないんで、少しお待ちいただければと思います。じゃあ、はい、ではありがとうございました。ありがとうございました。